やろけんローラジュンヒラゲほんとにケイチくんが言ってた通りね。ヒラゲ様とは大違いの調子者、弟さんって。え、兄貴、ジュンくんまだ彼女いないんだって。え、今度お姉さんがデートしてあげましょうか。え、くぅ、うっせぇ、彼女くらいいるさ。くそ、兄貴のやつ。俺決めたぜ、3日以内に絶対彼女を作るってな。で、作るあてはあるのか。ない。かける以下だな。いや、それほどでも。褒めてねえ。え、そうなの。そんなんじゃまた兄貴にバカにされるだけだぞ。それだけはノーだ。あいつに超可愛い彼女を見せつけて羨ましがらせてやるぜ。だからそうするにはどうやって彼女を探すのさ。そんなに突っ込むなよ、ぬいぐるみのくせに。恋愛に人間もぬいぐるみもない、シェルブプレ。なんか説得力あんな。そう、でもな、誰を誘うかくらいは考えたんだぜ。うん、おお、ボス。どうぞ、高子様。ありがとう。山本、いつものようにきれいに撮ってね。もちろん。すっげえ、スーパーモデルみたいだな。ジュン君、今なんて言った？何みたいだって？スーパーモデルみたいって。ジュン君、正直10ポイントつけとくわ。じゃあね。なんだ10ポイントって。高子様ノートだ。自分のことを褒めたたえたやつにポイントをつけて100点貯まるとデートしてくれる。俺向き、褒めまくればいいじゃん。でもやめといた方が。おい、なぜ。俺もあいつとデートしたことあんだけどさ、すげえよ、わがままでお高くて。ノープロブレム、性格は二の次、見てくれさえ良ければいいの。兄貴に見せるんだから、それでオッケーさ。飯島直美もいいよな。宮前とは全然タイプが違うぞ。あの豊かな胸と笑った時の目の細くなりがいないんだよな。なんか癒されねえか。まあ確かに、でも飯島に癒されてるやつ結構多いぞ。ほら。お？はあ。俺ってライバルが多ければ多いほど燃えるタイプさ。ノープロブレム。かっこいい。それほどでも。で、今度は褒めてんだよな。ああ、カケルに見習わせたいよ。フラッと。飯島も決まり。あとはまだいんのかよ。だ、3人だ。あれ、うん、ミキちゃんにマナちゃんか。結構見る目あるじゃないか。だろだろ、ミキちゃんはポエムが最高だし、マナちゃんはカモシカのような足がグッドなんだよな。最高、桜塚のポエムが。ああ、でも藤崎の足はカモシカじゃなくて鋼だぞ。鋼？うん？禁断の愛。
こそ。なわけねえだろ。ってことはひょっとしてウタちゃんか。オフコース。やめとけやめとけ、夢のなんかお前の兄貴に笑われるぜ。そうか、俺は可愛いと思うけどな。あんなへちゃむくれたチッパイのどこが可愛いんだよ。ちょっと怒ると鬼みたいにテンション上がるし、コロコってるだけなのに冗談通じねえし、お前絶対趣味が悪いよ。やめろ、マジでありえねえって。小暮れ夢野さん、へちゃむくれのチッパイで悪かったね。鬼みたいで冗談通じなくてマジありえなくて悪かったね。女の子が気にしてることを言うような男はぶってもいいのよ。で、マリーランドのママが言ってたよ。頑張るぜ、イエーイ。